作成病とキャラクター紹介。じゃあイカれた看護師を紹介するぜ。独裁者気質の腹黒ナース桐谷だ。あれ、桐谷先輩でなくていいんですか？ば、お前こういう時にそういうこと言うなよ。いや確かに桐谷先輩は私がヤンキーやってた頃からの先輩でもあるんだけど。桐谷って恐れられるくらい切れたら手のつけられないって話でしたよね。今は外面がすっごく男が好きそうな感じにまとめてますけど。見た目は確かに全然変わってっけど、中身はマジでヤンキー時代のまんまだからな。絶対変なちょっかいかけんなよ。かけませんってば。それよりそのヤンキー時代の写真とかってないんですか？どんなだったか見てみたいんですけど。あ？ああ、ちょっと待ってるよ。ほら、これだ。あ？あ、マジでこれ？本当にこれ、桐谷先輩？あ、ちょ、すごくない？バカ、お前、笑い声が大きいんだよ。こんなとこを桐谷先輩に見られたりしたら。見られたりしたら、何かな？すみません、なんでもありません。そっか、なんでもないんだ。んなヨタ話通用するわけねえだろが。おら、てめえらこっち来い。すみません、すみません、すみません、すみません。作成病と邪悪なるウツボのナースが潜む病院が状況生活近日発売。